今までうちはサーバーを導入しておりまして、何年かに1回入れ替えが、機械自体のね、更新で入れ替えがあったりとか、もちろんデータの容量の制限がやっぱり出てきてしまうので、その辺がですねやっぱり大きな部分だったんですけども、あとコスト面ですね、こういった部分、それからあとセキュリティの高さ、これも一つに考えられます。はい、一番いいのがそれじゃないかということで探してもらってやったような形なので、ボックスの良かったところはまず容量が無制限だったということと、アクセス権の設定が細かく設定できるというところもすごく魅力だったかなと思います。あとやはりセキュリティ面でも一番心配ないのかなというのもありましたね。もともとスキャン機能は複合機から使ってまして、いろいろな紙の書類を取り込んで、で共有するということをやはりしたいと思ったので、スキャン機能を入れるというのは必須だったといいますか、実は他のサイボーズさんのキントーンなども入れてるんですけれど、そちらですとなかなかアクセス権の設定などができないので、中には個人情報が含まれるようなファイルもありますので、そういったものは本当にアップローダーとしてアクセス権を設定して、で取り込みなどを行っています。比較的スムーズに進んだと思います。データの移行もちょっと心配したんですけれども、思ったほど時間もかからずにスムーズに移行することもできたので、特に大きな問題はなかったと思います。今までいろいろなものをファックスで各店に流していたものを、ここを見てくださいってことでアナウンスするできるようになったので、そこはすごくいいと思います。ね、まだまだファックスのやり取りも多いんですけれども、できるところから少しずつ進めていきたいと思ってます。結構外へ出てることも多いんで、突発的にいろんな情報をすぐ的確にね、その場で確認できる、これは非常にスピーディーにことが運ぶので、簡単な決済を下ろすのにも、非常に役立ってはいますね。ですから会社に戻ってね、確認するっていう作業は全くなくなったっていう、決済関係はごく一部の人間になりますけども、特に責任職の人間に権限を与えている部分に関しては、非常に今までよりも時間がの縛りがなくなったんではないかなとは思います。やはりお客様から画像ファイルを、そういったものはまだ実は今メールで送っていただいてるんですけれども、メールですとやはり容量に限りがあるので、そちらをまたボックスの方に入れてもらえればと思ってるんですけれど、まだそういった現場の作業はまだまだ紙で全てやってますので、やはり紙でやると情報の一元化ができないんですよね。同じようなことをいろんな部署でやらなきゃいけないっていうのがまだまだ残ってるので、それをやっぱり紙をなくして一元化するというのが目標です。はい、うちどうしても顧客が個人のお客様になりますのでね、そういったところに商品のやっぱりデータを今パンフレットでこう見せているような状況なもんですから、だからそれをですね、一元管理して、各担当者にタブレット等のね、そういった端末を持たせて、打ち合わせをし、その商品を見ていただいて、で販売促進のツールにしていく、そういったものを作り上げられれば非常にいいかなと思ってます。ちょっとしたやっぱり知識がないとなかなかこう作り込んで使いこなしていくっていうことができないんですよね。やはりそれを実際に形にしていくのは多少の専門知識とかそういったものが必要になるんでね、やはり人材育成の確保、やっぱそういった方を育て上げるっていうことでね、まだ今一人でやっていただいてるんで、これが二人になり三人になれば、もっとスピーディーにいろんなものが作り上げられていくんでね、業務の効率化だとか、
それから今いろんな問題が起きてますのでね、その問題を一つ一つ解決できるんじゃないかと思います。やはり自分だけの知識を得るには限界があるので、いろんなものから取捨選択できるといいかなと思いますので、いろいろ提案していただけると嬉しいです。はい、